飛び出せ動物の森を実況していきたいと思います。うん、じゃあやっていきましょう。結構いやまだ変わってはいないんですけど、あんまだけどちょっとは変わったと思います。こういう青いのもできたし、こういうピンクのも今後輩に結構頑張ってます。じゃあ行きましょう。はい、このメルヘンの街灯もなんか頼まれて作りました。こうやってね。で次はほらここにほとんどこうやって青いチューリップ、いやピンクかな、ピンクのチューリップをこうやってねなんか後輩でできてここに置きました。でここはいつも通り何にもなってないけど、あでここあやった黒い、あお4つできた。いやこれ3つはもう上がってきたけど、やったここできた。あ水あげよう。水あげないとねなんか後輩ができないんですよね僕はね。やった僕たくさん黒のバラをね集めて、さえまあ結構集まったら100個ぐらい、まあ100個はいかないけど、いや行くには行くけど、まあ50個ぐらいにしよっか。50個ぐらい金のバラを作ろうと思います。あいやまずは黒いバラを作って、それああよしで黒いバラを作って、でこうやってバーンと金のバラにしたいと思います。でここにも今交配をしている途中で、ピンクとか黒が2つまだ、ほんまちょっとですねまだ。あ多分この下らへんとか上らへん見えないかもしれない、わかんないな、ここだと見えないからね、だからそこはすいません。で今ねこの青いバラをね頑張ってやってるんですよね。だけど全然咲きません。なんかこういう隣のこういうのねがどんどんできてるんですよ。多分住民たちがつけてると思います。じゃあ今回はまあね公共授業とかをやって終わりたいと思います。まだ終わりませんけどね、まだ村とか回ったりします。なんかはいほらピンクとかね結構できてますよね、ほらすいませんちょっと結構できてます。でここにレモンとか、あでやっと桃がもらいました。まだやってまあ作ってませんがもらいました。あで金のじゃなくてお金になる木を作ったらずっとなんか蜂の巣しか来ないんですよ。これほら意味がわからないんですよね。この木は絶対蜂の巣が出るんです。でこっちにもちょっと待って、あと6個ぐらい、この6つね、1,2,3,4,5 これ全部お金になる木をやってみたんですよ。でここの前の2つしかできなくて、あとはできなかったんですよね。だけどなんかこうやって家具とかがずっと落ちてくるんですよ。家具とかお金とか出ない時もあるけど、ほら蜂の巣とか、なんでだろうってなんかわかんないんですよね。でほらいやこれは出なかったね、これは家具だよ、うん
絶対こっから絶対2つは絶対ね1日で出るんですよ。で1つはもう100ベルと蜂の巣1つが出るんですよ。あとの2つはなんか何にも出てきません。じゃあそれは置いといて、こっちにね、なんかどんどん住民がね、せっかくここを作ったのに、ほらここに人で、ここにももう一つ、でもう一つ、ここなんかね、もう嫌がらせで全然ね、もう腹が立ちます。でこの子が誰だっけ、あ、そう、ジュンの人がね、なんかさっきやってて、動物の森、なんか15日にもう帰るよって言ったから、それで帰らせました。それならここは道があってね、行けますので、まあここはあんまか全然変わってません。こうやってコスモスたくさんつけただけで、で黄色いバラがあって、あーとここもね作りました。こうやってね、あ、フォアグラバさん、いやー、では住宅街じゃない、住宅じゃなくて商店街に行きましょう。あー、あとここにもね、あれ眠いのかな、でこっちに行こっかな、行こう。あ、ここはあんま変わってませんと、もう少しでここが作れそうなんですよね。いや、ここかな、わかんないんです。ここ多分ね、占いの館だと思います。じゃあデパートに入っていきましょう。いや、カタログを見てみよう。結構ね、集まったので、家具、まあこれはもう買って持ってたんですよね。あ、これはなかったね。あ、じゃあ、あ、これなんだ、バンダナだと思った。アロエ、あ、これがアロエなんだ。あ、こういう時計なんだ。僕なんか名前が結構すごかったので、多分今持ってる安藤ってこれか。うん、あ、オーロラスクリーン、おー結構高いね、5000円だし。うん、これも、あ、開けるの初めて知った。あ、そう、これもなんかもらった。ここはあんま変わってないんだけどな。あ、ほら、未来なオーディオ、あ、こ、あ、いや、あ、これか、シックって。まあ、いっか、あれ、ちょっと待って、あった、あー、まだか、たくさんあるね、まだ、やった。
終わった。なんか上に、なんかじゃなくて、なんか売ってるかな。なんか売ってる。お、これ持ってるっけ。まあ一応買おうかな。結構揺れてるな。ワイとしてウェイコット。あ、すいません。カメラが落ちた。あれ、ちょっと待って。真ん中にしないとね。じゃあ行きましょう。あー、やばい、また行っちゃったんじゃないけど、なんだろう。あ、これ新しいんだ。そう、なんかまたセールでね、こういうのが売ってました。あ、やっぱ今回公共事業やろっかな。悩むな。やろっかな。やっぱ今回やめときますね。じゃあ今回は、まあ、まあね、今回はここまでにしたいと思います。まあ、なんか珍しいことが起きたら、まあもう一回出そうと思います。では今回はこれで終わりたいと思います。見てくれてありがとうございます。さようなら。